ジョナサン・クレメンツジョナサン・クレメンツは、イギリスの著者であり、脚本家である。著作物のほとんどが中国と日本に関するものである。英語圏において、日本のアニメに関する第一人者である。リーズ大学にて中国語と日本語を勉強。スターリング大学にて、修士論文は、アニメと漫画の輸出がテーマ。 その後アニメ業界で翻訳家、英語版吹き替えの音声監督として働き、その後月間ニュータイプのアメリカ版の副編集長を2年務める。英国ウェールズ大学で博士号を取得。日本のアニメ業界史を考察した学術博士論文の内容は、アニメ、英ヒストリーという題名で出版。東郷平八郎、西音寺金持ち。 孔子の伝記や侍の歴史の検証を含めた歴史書を多数出版。真の始皇帝の伝記は中国語にも翻訳され中国で出版された。中国の歴史にまつわる外国人の著書が中国で出版されるのは非常に稀なことである。側転武功の伝記はテレビシリーズへの改作が決まっており、ナショナルジオグラフィックチャンネルは低成功の伝記。 パイレートキングオブ台湾をもとにドキュメンタリーを作成した。玉室原子との協調で日本のテレビを主題した英語の本では最大のドラマエンサイクロペディアも出版。またドクター・フー、ハイラインダー・悪魔の戦士と、サイエンスフィクション系の小説、ショートストーリー、ラジオの脚本を執筆。2011年より、ヒューゴー賞受賞のエンサイクロペディア・オブ・サイエンス。 フィクションの編集者であり、特に中国、日本関係の作品を担当。2000年には日本の文化理解に多大な貢献をした人に贈られるジャパンフェスティバルアワードを受賞。2002年ウディネファイスト映画祭のゲストキュレーター。2009年、ロカルの映画祭では大規模なアニメのイベントのアドバイザーを務める。スコットランドのアニメ映画祭。 スコットランドラブズアニメでショーの審査委員長も務める。ありがとうございます。